5位から？ 5 位から。あ、順位とか決めてないんだけど。いや、今決めて。ほんま。決まんなかった。決めて？だから、そう企画だから。僕は、はい、決まりました。第5位？はい。第5位、こちら。嘘つけ。ほんとだよ。チャーシューチャーハンでございます。嘘つけ、買ってるとこ見たことないよ。これめっちゃ食うやん、俺。俺めっちゃ食うやん。お前さ、嘘ついてる、こいつ。お前何知ってんだよ、マジで。買ってんの見たことない。だからトップ5だからしょ、5でしょ。見たことないよ。5はちょっとあんまりね、あんまり人には見せないかも。いや、嘘だよ。じゃあ最近いつ買ったこれ。最近はもう本当にいつも買う。いつも買ってないよ。だってお前の近くさ、セブンじゃないし。そうだよ。じゃあどうしてんの。だからだよ。だからセブン編でしょ。全コンビニ編じゃないから、セブン編だから。こちら僕チャーハンこれすごい好きで、でおにぎり食べることが多いんですけど、結構1個とかね。全体あれ食べんじゃん。だから言うな真ん中に言うな。言うな、お前マジで言うな。これだ、買ってるの見たことないよ。何買うの。だからこれの真ん中に卵が入ってるあれ。あ、分かった、あれじゃん。分かった、嘘ついたんだ。嘘ついてすいませんでしたって言って。うるさい。チャーシューチャーハンです。僕第5位こちらです。どうぞ。嘘つき第5位ね。違うよ。じゃあ第5位私の。何も分かってないお前マジで。第5位いきます。何も分かってない。かわいいわ。じゃん、梅と韓国海苔のじゃがりこ。絶対嘘じゃん。お前絶対嘘じゃん。絶対それ期間限定系じゃん。違うよ。期間限定に決まってるやん。違うよ。そんなのよく買うっていうか、今日あったから食べてみたかったから買ったんだ。違う、久々に見て買いたくない。久々に見たくせに。なかなか売ってないのよこれ。トップ5には入らないね。じゃあ入る。帰ってきたって書いてあるやん。もう最近なかったね本当に。うん、それで最近あったから買った。あったら買うよこれ。あ、じゃあそれはトップ5だね。あったら買う。そうそう、あったら買う。うん、なかったから最近まで。いや、これマジでうまいからね。まあうまそう。そう、マジでうまいの。え、お前梅って食べれるんだっけ。食べれる。あ、食べれる。梅好き派だから。はいはいはい。これはもう5位よ。5位ね、わ、うん、かりました。じゃあ次、僕トップ4。まあこれは結構あやには見せたことない、一人暮らし男子ならではのものです。第4位、豚肉とキクラゲの卵炒め。うわ、これあいも買おうとした。え、これ俺めっちゃ食べんの。わかる、めっちゃ美味しいよね。めちゃくちゃ美味しいのこれで、一人暮らしには特に。なんか自炊とかしないやつはちょっと自炊のあったかさを持ってんのこれ。わかる、自炊のなんか手作り感というか。あー、そっち系ね。っていうのもあって僕はこちらめちゃくちゃ食べるんで。あいもそれ選ぼうとしたけど、うん、そんな買わないしなと思って。俺は買うのよ、ほんとに。嘘つけ。ほんと。てか、まず俺、コンビニ飯をそもそもあんま食わないじゃん、俺って。嘘つけ。お前さ、なんで嘘つけって。もう、名前みたいに言うの。第4位ね。はい。これは結構、あーってなる、順平も。こちらです。じゃん。あー、ちゃんと見せて。キンパ巻き。はい、これはもうよく買ってるわ。よく買ってるっしょ。キンパは。そう、キンパよく買うのよ、これ。うん、これは期間限定じゃないの。もうずっとあるのこれ。ある、最近はあるよ。しかもさらに美味しくなりましたシールも貼ってあるし。そうだし、うん、あのこれのシリーズの他のなんかいろいろバージョンができて、うん、キンパの違う味ってこと。キンパじゃなくてトロタクとか。あー、なるほどね。なんかそっち系。はいはいはい。もうできてるんだけど、やっぱりこれが一番。あ、そうなんだ。そう、あやは好き。これはあやめっちゃ買いますね。でしょ。うん、これはもう本当堂々の4位。うん、だから順平と違って嘘。でも逆、いやでも逆に、うん、それ4位ってなってる。でしょでしょ、そう思うじゃん。分かってないね、あやのこと。まあ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 、まあ、見れば分かるんでしょうね。うん、でもトップ3から一気に畳みかけるよ、あれ。うん、で、俺がちなみに。あ、そうそう。もうあーのオンパレード。オンパレード。はい、いきまーす。第3位、こちら。あはー、これだー。あやが言ってたの。これ卵の半熟煮卵。うん、しかもこれね、濃厚豚骨。あ、そう、それそれ。っていう、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。それ、え、順平でラスイチだったでしょ。なかったよ。あ、そう、多分そう。いや、これはね、俺本当に食べる、昔から。じゃあ次。お前出せよ。お前あーってなんなかったらマジ寒いからね。でもお前よく考えてみて、うん、あやのさ何も知らねえだろ。なにお前あやのこと何も知らねえだろ。マジで知ってるよ。知らないでしょ。いやマジで知ってる、申し訳ないんだけど。って思うじゃん、うん、お前の知らないことだらけだよ、うん、じゃあ全部教えてよ。俺にお前の全部教えてくれよ。やだね。じゃあ行くよ。はい、第3位、はい、こちら。思うじゃん、思うじゃん。お前も第3位こちら。お前マジでスムージーです。私これ本当にハマってて。でもその味じゃないでしょ、いつも頼むのは。なんかいつも俺初めて見たもん、その色は。いつもバラバラ。うん、じゃあ順平の前で頼んだことないよ。ほら、その時点でトップ3に入るわけないじゃん。俺の前で一回も頼んだことないの。そんなわけお前そんなわけないじゃん。
お前なんでこんだけ2年間一緒にいてなんで、まあ、2年間とか生きてる中でなんでだよ俺の前で頼んだことないわけないじゃん。トップ3が最近ハマってるだけだね。最近じゃないよ、ほんと1、2ヶ月前ぐらいからハマってる。1、2ヶ月でトップ3入るわけないよ。だってこれ最近出たやつばっかだもん。ばっかだもんもわかんないしこれ最近出たやつなの。うん飲むな。ナンバー2いきます。あーってなる。もうもちろんならないわけないもん。こちら嘘つけー。しっとり卵蒸し。嘘つけー。本当に本当です、本当に本当です。だから本当だよ。嘘だよ。お前もううるさい、お前うるさい、マジで。しっとり卵蒸しパンです。でこれ選ぶにあたってもう一つ選ばなきゃいけないものあったのよ。あの美味しい牛乳のこれぐらいのサイズ。うん、俺毎回それのセットで頼むのよ、うん、けどさすがにあれってどこにでもあるから、うん、このトップなんとかに入れるのはやめようかなと思ってこれだけにしたんですけど、僕もう小さい頃からの大好物です。嘘つけ。ほんとだよ。で、あの、お前嘘つけ、お前うるさい。ほんで、このエピソードがありまして、なんで、ないよ、ないよ、なんで、そんなんないよ。うるさい。あの、なんで蒸しパンが好きになったのかっていうとあれは矯正が痛くて。はい、違います。ポケモンパン僕すっごいハマってて、その時にポケモンパンのシリーズでこれがあったのね、うん、で、初めて食べてみたの。そしたらめちゃくちゃ美味しくて、うん、そっからですね、沼ったの。違うよ、あのね、ちっちゃい時からこれ食べ過ぎてね、顎が成長しなくてこんなに歯並び悪くなったね。いや、今いいよめちゃめちゃ歯並び矯正したんですけどね。第2位、これも順平見たことあると思うよ、絶対に。これもっていうか、これはにしてこれ見たことなかったじゃあ第2位、はい、こちらです。じゃん、唐揚げ棒。これはね、うん、これは私毎回買ってるでしょ。おにぎりと唐揚げ棒と水。うん、まあ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 、僕のトップ1、もうこれはあやはもう、はい、はいってなります。まあ、ありきたりです。こちら炭火焼き牛カルビ弁当、これも僕大好きです。嘘だよ。僕本当に大好き。嘘だよ、買ってるとこ見たことない。あの本当に嘘だよ。こいつこれじゃなくて塩ネギ豚丼、ね、それもあるね。これやるかよりかは塩だけど、だけど最終的には焼きうどんだよお前。あ、そうだよ。あ、こいつまたにわかオッツしてる。何？セブンにわかオッツ。何？セブンに焼きうどんあります。ないの？ないです。あるよ。ないです。あるよ。ないです。あるよ。ごめんなさい、ないです。あるよ。あのすき焼き風焼きうどんみたいなやつあるよ。じゃあ今日なかった。けど本当に俺焼きうどん頼むよ。うん、俺焼きうどん探してもまず、うん、一発目だって焼きうどん一番食べるのが、うん。でそれに半熟卵トッピングするのね。うん、温泉卵です、うん。トッピングするんですけど焼きうどんがなかったんでこちらです。こちらもめちゃくちゃ食べます。僕は初めて食べれるようになった野菜がここの3種です。これを頼みすぎて、もう小学校の頃からここの野菜が食べれるようになって、そっからだね、野菜の道が広がったのはっていうエピソードがありますね。これはもうほんと僕あやよりも俺の友達が納得しちゃう感じかも。あやの前ではあんまり食べないかも。これもう食べてるけどコンビニ行かないしね、あんま。うん、あやがコンビニあんまり好きじゃないから、うん、2人でコンビニ行こうってなんないね、うん、マックかスタバか、うん、ドライブスルーとかで、うん、だからあんまりねコンビニっていうのに行かないからお互いわからないところがありました。はい、はい、じゃあ第1位ですね。第1位、第1位は順平予想してるやつではありません。予想してません、どうぞ全然予想できてないんで。珍しいの？珍しくはないけど、うん、あ、そっちねっていう感じですね、はいはいはい、第1位、じゃん、え、そっち？豚しゃぶサラダです。それ、そんな頼まなの俺じゃない？どちらかというと。いいえ、おにぎりだと思いましたよね、五目ご飯。うん、まあそうだね、五目ご飯だと思いきや、うん、私五目ご飯を食べる理由って、うん、炭水化物を取らなきゃっていう追われてる日、うん、なんですよ。何も食べてなくて、はいはいはい、とりあえず炭水化物取っとかないとっていう、まあエネルギーを、そうそうそう、うん、っていう時に五目ご飯を食べるんですけど、うん、まあ言っちゃえば食べなくてもいいの、うん、けど食べてる、仕事のためにとか、はい、エネルギーをつけるために、うん、だけど一番好きなのはこれだよっていう。でもこれ食べても朝元気にならないからね。そうそう、元気にならないっていうか、その、うん、炭水化物取っとかないとっていう、うん、あるじゃないですか。あるね、気持ち的に。そうそう、気持ち的に、うんうん、なので一番好きなのこれ。しかもこの間さ、ジャンペ買ってきてくれた。うん、これ買ってきたね、俺。そう、あれね、好きじゃないの。え、どういうこと？あそこのはセブンの豚しゃぶサラダがいいんだ。そう、そうなんだ、確かにこいつ残してました。そうなんだ、俺が買ってきたんだよ。あやがなんか何いるって俺いつもねコンビニ行くとき、おにぎりと水とあとサラダっていうのよ。あとサラダって、サラダもう早いの、もうマジで、まあ、朝だからあとサラダって言って、俺が豚しゃぶサラダを食べるのね、うん、俺も、うん、だからあやが残したら俺も食えるしと思っていつも豚しゃぶサラダ買うんだけど、うん、この前残してたんですけど、うん、そういう理由があったんです。そう、セブンオンリー、セブンオンリーだ。え、じゃあ他の、あのコンビニだったら何のサラダがいいの？食べない。セブンのサラダに信頼を持てる。そう、コンビニのサラダはこれしか食べれない。オンリーワン。オンリーワン。なるほど。しかもセブンオンリーワン、うん